確かにブリジって、グリルやばいっすね。グリルがでかいです。シーバは、ボンネットにグリルがついてないんですよ。こっちにバンパーと一体型なんですよ、シーバ。これはもう、ボンネットについてる。あ、そっか、もう全然違うんですね、そこはね。あともうメッキも全然違いますよね。あ、存在感あるな。やっぱあのグリルあたりやっぱ気に入って買ったんですか。まあ、フロントがフロントっすよね。そうですね。存在感やばいわ。迫力がすごいね。すごいっすよね。ヘッドライトなんかはシーマと同じ。そうですね。違うとことかはないんですか。シーマだったら前期と後期でやる、はい、ここは違うんですけど。あ、はいはい、これが後期と一緒で一緒の、あとレンズの色がちょっと違うぐらいですね。何グリーンがかってるってことですか。そうです。あとバンパーの方同じですか。バンパーはプレジは、はい、設定がないんですけど。え、これはこれ後付けですね。あ、本当ですか。じゃあこれはないんですか。本当は本当はもうここのラインがここまで来ちゃってるんです。え、じゃあ加工して付けたの。そうです。お、すげえ。これ一六アリスト、ま、あ、これは何ですか。それがカメラです。サイドサイドカメラ。モドキ似てるんですか。似てる。そっくりなの。へぇー。19ですか。19です。確かに似てますよね。そうですね。このモデルになってからないんですか。全部ソブリー。誇張は、ラルです。マフラー、マフラーは3キャッツので、はい、フロントからリアまで全部入れます。3キャッツ統一ですか。そうです。あ、なんですけど、出口だけ。これ何、これトミーカイラー。あ、はいはいはい。のエンドだけ。プレジオってあるんですか。トミカイラないですね。あの20アルファのマフラーだったんですけど、それを移植したって。パンチありますね。やっぱフルスタすごいですね。最初からフルスタにしたんですか。あとで、後からこうフロントつけたとかですか。はいはい。そこからスリーキャップとプレジオにちゃんと。ああ、これパンチありますね、やっぱね。入ってるんですね、プレジ、ね、そうですね。サンルーフついて、これオプションですよね、サンルーフね。オプションです。うん、雰囲気やっぱ、シーマと同じようなデザイン的にはそうなんですね。ほぼ一緒だと思います。ステアリングも一緒ですか。一緒ですね。ウッドが特徴ありますよね。じゃあメーターの色が違うぐらい。そうですね。なんかプリジは何色なんですか。シーマとかあそこのここが青色とかだったりすると。はいはい、まあ、グリーンっていうか薄い。そうです。はい。距離今どのくらいなんですか。15万とか。あ、これで中古数少ないですか。レージは少ないですね。少ない。いや、川でね。川です。でプレジ選んだのに理由って何なんですか。最初セルシオかプレジで。何ですか。そうです。あとシーマも。あ、シーマも。あ、はい、はい。たまたま自分家の近くの中古屋さんに。あったんですか。はい、これがあって見に行ってその日に買いました。もう決めた。ピンときたわけですね。そうです。これがいい。あれでも似合ってますよ。ですか。似合ってます。似合ってます。ありがとうございます。もうイメージがもうついちゃいますもんね。まずだって乗ってる人いないですもんね。そうですね。これは純正ですか。これも純正です。